こんばんは、速稼塾の久保です。お待たせしました。22時ちょっと遅れちゃいましたね。いろいろとまとめてましたんで、今日のライブ放送ちょっと深夜なんですけども、皆さんお時間を合わせていただいてありがとうございます。まあこれを YouTube でご覧になっている方もいると思いますけども、今日のねお話はですね、先日もう昨日ですね、昨日の朝、まあ、私がですね、まあ、例のやつについてのことをねお話ししたと、まあ、特にあの大会 のお話をしたと思うんですよ。久保哲郎がこの例のやつ大会しますよというお話をしました。まあ、これね結論だけ言いますんで、今日もお忙しいと思いますので、あのもう、まあ、これからお話しすることね、まあ、大会はしないんですけども、大会しないって分かって安心した方はここでライブ放送を退場していただいて、それぞれの生活に戻ってください。私は大会いたしません。でこっからですね、いろいろとその理由とかどういうお問い合わせがあったのかとか、あとね投書をねいただきました。本当にありがとうございます。ご訪問いただいた方もいますし、お電話をいただいた方もいますし、こうやってね一番多いのはメールですね。メールとかメッセンジャーを送っていただきました。メールはね140通ほどいただきまして、すべてプリントアウトしております。私はねこれ宝物です。皆さんの気持ち本当ありがとうございます。非常に多くの方がね私を必要としてくださっていることが感動というかね嬉しくてですね、これはねもうちょっとこれは やったらないかなという気持ちにもなりました。で最初はね、でもね最初は私は別に大会してもサポートはやめるつもりないよっていう、そういう意識だったんですよ。大会しても全然サポートは今までと同じようにやりますし、そういう意味でね大会がそんなに大きな意味を持ってるとは私は思わなかったんですよ。でも多くの方が、大会してサポートをやるとは言っても、でも、やってほしいと、大会しないでほしいっていうね、もうこれすごい来ました。皆様から見たらね、私が会員であろうとも大会していても、私からのサポートがあれば関係ないんではないかなと私はもう勝手に考えてたんですけども、まあ、もっと言ったらそもそもね今この瞬間私が例のやつの会員かどうかって分からないわけじゃないですか。会員なんですけどもね、まあ、そういうことを考えると、私がサポートを続けている限り私が会員であることとか会員じゃないことってあんまり関係ないのかなと思ったんですけども、皆さんからいただいたレターによると、まあ、そうではないなってことが今回一つ気づきです。大会のきっかけっていうのはですね、まあ一応ですね、一つのメールを見て私がこれは無視できないなってことがあったんですけど、それはですね、私がまあこういろいろサポートをやってますけども、これ別にね私恩着せがましく言ってるわけではないんですけども、まあそのメールの中にね紹介報酬をもらっているんだから、当然私1000名も紹介出してますから紹介報酬をもらってるんだからきちんとやりましょうみたいな文章があったり、ちょっと私のうがった見方かもしれませんけども、報酬のためにサポートをやってるんではないかなってことがその文章から読み取れたんですよね。あ、だったら報酬もらわなくてもいいですよって。私もだからね、この10秒後にこの例のやつがなくなっても明日なくなっても全然平気だと思ってやってるわけですよ。これもずっと配信しましたよね。だから私はねもう別にお金のためにやってるわけじゃないんですよ。結果的にお金はもらってますよ。だからそれを証明する意味で、いや報酬手放しても全然サポートしますよっていう意味で大会しますっていう意思をね、表現したんですけども、ちょっとね言葉足らずだったことと、あと皆様の気持ちはねちょっと気づかなかったところがありました。まあ一言で言うとですね、お金のためにやっていないってことを証明するために、だったら大会してもこの例のやつのサポートとか活動は全然やめないですよってことを見せつけていこうかと思ったんですよね。でもやっぱりね、こう違うなと思いました。私は、違う、ボーナスなしでも上級のサポートは私やります。どんなことでもアフィリエイトの、私アフィリエイト今メインでやってないんですけども、私もともとね月収300万のアフィリエイトを18ヶ月連続で、それこそあらゆる ASP でトップ10とかトップ5に入ってた私がですね、それを急にやめてまた一からねビジネス作り出したのが速稼塾のジェネシスなんですよ。だからそう考えると、私ね今の例のやつの報酬を失っても全然生活は困らないです。でポートフリーを組めって言ってるじゃないですか。私一番のポートフリーを組んでますからね。もう前々からお話してるのはインドネシアの預金なんてのはもっともっとボリューム大きくなってるわけですから。ですんで私の場合はね、会員でなくてもサポートは例のやつのグループナンバーワンを提供できると思います。今でも多分ナンバーワンだと思います。例のやつのこのグループのね、私1会員なのに多分サポート最高にやってると思うんですよ。でこれはまあ私の勝手な思い込みかもしれませんけど、もっとすごいサポートやってる人がいたら連れてきてくださいって話ですよ。それとも例のやつに属していて俺は久保よりもサポートしてるぞっていう人がいたら私のところに来てください。でもっと言ったらですね、ネットワークビジネス界のトップレベルの私はサポートしてると思いますよ、これはね。だから自分の方がネットワークビジネスのサポートは手厚いですよって方がいたら私と会いましょう、話しましょう。どのくらいのレベルなのか私学ばしてほしいと思いますね。このねもうとにかくねサポートをする、逃げない、毎日会員さんに寄り添っていく、会員じゃない人にも寄り添う。もっと言ったらね、別のネットワークの
会社の人も私の動画見てるわけですよ、ね、限定公開の動画と、あと速稼塾にわざわざ入ってネットワークビジネスをどうやって攻略してるのかっていうのを研究してる人もいるんですよ。それこそ皆さんがよく知っている有名な、まあ、アムなんとかっていうかね、ニューなんとかっていうのとか、伝統的なやつとか暗号通貨系のやつとか、私のねネットワークビジネスの運営の仕方をむちゃくちゃ研究してる人がいて、ブログ書いてる人もいるぐらいなんですよ。まあ、そういうのがあって、あ、私もねネットワークビジネスとしては、まあ、そこそこ見てもらえるような人間になったなっていうところもあります。そしてもっと言ったらですね、今お話したのは例のやつのグループで私はナンバーワンだろうと思ってます。サポートだよね。それからネットワークビジネス界でも結構トップレベルだと思いますし、もっと言ったらね、ビジネス界のトップレベルのサポートを私は目指してるわけですよ。目指してるっていうか、一生懸命目指してるわけないんですけども、結果的にその域に達してると思うんですよ。アフィリエイトもナンバーワンですよ。私転売もね、今何人かの人に、まあ、計らずもお伝えしてますけども、この転売のレベルも高いわけですよ。で、当然アフィリエイトもそうですし、私セミナーの収益も高いですからね。2時間とか3時間喋って、そこで ね年間で1000万とか2000万稼ぐみたいな、セミナーのビジネスっていうのを一番2013年から2015年までずっとやってきたわけですからね。これ広島市内の方は私のセミナー何十回となく受けてると思いますけども、もう何をやっても私はね、うまくいくんですよ、ビジネスってのは。何もやってもうまくいくというよりも、うまくいくから次行くんですよ。うまくいったからやめて次行くんですよ。セミナービジネスも3年間やってきて、よし、セミナーマスターしたな、よし、もうセミナーに頼らずにこっち行くぞみたいな感じで転売に向かっていったりするわけですよね。でね、私がこのサポートしてるのはなんでかってことなんですけど、これはね、お金のためじゃないんですよ。お金のためだとか、お金が儲かるかとかって発想は、まあ、そういう発想の方は普通の人です。私はもう普通から抜け出してきて、お金のためでやってるわけじゃないんですよ。じゃあ何のためかって言ったら、私はおせっかいでやってるんですよ。おせっかいで頼まれてもないサポートをやってるわけなんですよ。で、もう一個ね、かっこいいこと言ったら、このね、真実の少ない世の中で、私利私欲ではなくて、アップラインばっかり得するような、楽をするような、そんな世界に私は挑戦していきたいと思ってるんですよ。アフィリエイト界でもインチキなね、情報商材を出来レースで台本通りに販売してる人がいる中で、私はね、もう裏も表も発信してきた。しまいには情報商材をもう全部0円で出してきたみたいなね。価格をつけても1000円とか3000円みたいなやつやってきたみたいなね。もうね、こういうなんかね、バカバカしいなと思ってるんですよ。もうマネーゲームっていうか、私はお金を稼ぐことはいいことだと思いますけども、なんかもうどう騙すかっていう世界になっちゃってるのが本当にね、我慢ならなくてアフィリエイトの世界を抜けてきたってところもありますし、そのプロダクトローンチっていうのもね、マスターしましたけども、もう使ってないわけですよ。もうこういうふうな取って出しっていうか、ただボーっと取ってドンと出すみたいなね、もう何の資格もないやつをやっていきたいと思ってるんですよね。で、ネットワークビジネスに関しましては、アップラインばっかり楽して得するようなね、そんな世界にやっぱり挑戦したいなと思って、もうすべてのどうやったらネットワークビジネス成功するのか、そもそもやっちゃいけない人は誰なのかってことをずっとお伝えしてきてます。ネットワークビジネスは口下手な人は絶対ダメと、時間がない人はできないと、こういうこともずっと言ってますよね。コミュニケーション下手な人はやるなとかね。で、ネットワークビジネスでうまくいかない、もうほとんどの人はうまくいかないですよ。だから紹介が出せないんだったら、紹介しなくていいやつやったらどうですかってお話をして、例のやつってつながったんですよ。ただですね、例のやつを続けるんだったら、どっかで紹介できない自分を卒業して、紹介できる自分になっていかないといけないってこともお話してきました。要するに集客力がない限りは、ものすごくね、自分の資金のリスク高まるわけですよ。資金のリスクを減らしていって、その分広げるってこと、活動するってことに対して、もう多くの方の市場を設けていくと、要するに紹介報酬を狙っていくって形でやるしかないじゃないですか、ネットワークビジネスなんだから、ね、だから最初の入り口は紹介が出せなくてもいいですよ。でもずっと紹介出せないままでいたら、まあ、今回みたいなね、不安が高まっていくってことになるんですよ。で、ここまでのお話して振り返って、なんか自分のビジネスが新たにできた人っています？例のやつやってて、この1年か2年とかでね、最初は例のやつの報酬に頼ってたけど、今は全然自立して、例のやつできなくても全然大丈夫になりましたよみたいなね。少なくともそれを目指して何かをやってきたとかね、多分ね、やってない人がほとんどなんですよ。例のやつでお金が生まれるから、もうね、ビジネスとか稼ぐなんてことを抜け、もう忘れちゃって、完全に依存しちゃってる人がいるんではないかなというところもあります。まあ、そうじゃない方もいますんでね、そうじゃない方が一人でも二人でも生まれてきたことに関しましては、私はね、やっててよかったなと思います。で、ちょっといろいろぐちゃぐちゃ言いましたけども、アップラインばっかり得と楽をするようなネットワークビジネス界に挑戦したいと。で、ある意味ね、これ、既得権益へのチャレンジなんですよ。ね、インターネットビジネスの業界で情報商材屋として有名な人はもう既得権益化してます。その有名な人に嫌われたら、もうその業界で物を売ったりとか、アフィリエイトの案件紹介してもらえないから、要するに儲かるものを教えてもらえないから、だから既得権益、先に権利を持った人に媚びて、ね、その人と対談が来たら喜んで出ちゃうみたいな、
で心にもないことを言って自分のメルマガの読者さんとか LINE アットの読者さんに自分のものでもないものを売ることに協力して結果責任は持たないみたいなね、こんな形になってるわけですよ。その MLM もそうですね。結局アップラインの人は別のネットワークに移動してまた売るわけですよ。でアップラインの人はずっと楽で得する。皆さんも感じてませんか、そういうこと。暗号通貨とか特にあっちこっちの暗号通貨を紹介してその人は紹介報酬で儲かってるけども、紹介された方はですね、買うもの失敗してると。で最終的にはあれ自己責任じゃないですかっていうね、こういう切り捨てられ方して本当に頭が痛いっていうかね、もう世の中何なんだと思ってる人が多い。その中で私のとこ来てくれたと思うんで、私はじゃあリスクは全部取りますよと、私が全部ね、もうどんどん任せてくださいみたいな感じでスタートしたんですけども、ただこれをするからこそ育たない人がいるっていう現実もねあるかなと思ってます。で、まあ、こんなねバカな本音で生きている人間ね、この私自分のことを本音で生きてるなんていうのは恥ずかしいんですけども、こんなバカバカしく本音で生きている人間がたまにいるってこともね気づいてほしいなって気持ちはあります。綺麗なこと言ったら、単純に言ったら私がおせっかいだからやってるんですけども、綺麗な言い方するとこんなバカ正直な人間もたまにいるんですよってことなんですよ。だから私は放送を続けてるし、サポートも手厚くやってるんですよね。しかもそれね、全然負担じゃないんですよ、このサポート。むちゃくちゃ楽しいし、インチキのやつらに挑戦する気持ちがあって、なんかね戦ってる気持ちがするんですよ。最近言ったらその N 国党の立花隆さんとすごくね、ああなんか俺これやりたかったんだよなみたいに思うんで、もう一歩間違えたら私 N 国党に入りますよ、もうこれはだからそんな感じでビジネス界の N 国党みたいにね、既得権益に挑戦して、本当に我々普通の人がね、やっていけるように、普通の人が暮らしていけるようにね、なんていうんですかね、もう嘘に巻き込まれずにっていうか、騙されずにやっていけるように、そして騙されないような自分も作れるようにって思ってるんですよね。で、速稼塾っていうものを私やってますよね。で、速稼塾の一部なんですよ。ネットワークビジネスをやってるとか、セミナービジネスやってるとか、アフィリエイトやってるとか、でそういうのは本当に一部なんですよね。これが全部じゃないんですよ。でも最近はこの例のやつが一部じゃなくてかなりのウェイトを占めてきたかなってところもあるんで、どうしようかなと思ってたんですけどね、でも皆さんがねこういうふうに、すごく貴重な思いを寄せてくださって、私っていうものをまだ必要としてくれるんだったら、大会してもしなくても一緒って言うんだったら、いてもいいなというのもまた真なりなんですよね。で一つね気づいたことは何かっていうと、皆様からいただいたお電話とかメールとかね、自宅への訪問とか、これ面談で分かったことがありました。それはですね、一体感なんですよ。おそらくそうでしょう。私がサービスを提供し続けても、いろんなことをね、皆さんに、いろんなこのサポートをしていても、私が同じステージに立ってない、同じ会員でないってことを感じながら受けるのと、同じ会員であるっていうのを感じながら受けるのとでは全然違うと思うんですよ。それを私はね今回一体感っていう風なねものとして受け止めました。で皆様からの気持ちっていうのがその一体感に収束するとしたら、これは所属の欲求なんだろうなと思うんですよね。でそれを感じたらね、もうこのメールのほとんどに書いてあるんですよ。メールっていうかこの文章ね、ちょっとこれ読み上げるわけにはいかないんですけど、読んでいいよっていう方がねほとんどだったんですけども、寂しいって言葉が出てきました。寂しいというキーワードが100通中365回出てきてるんですよ。だから平均で1枚に3回とか4回寂しいと書かれてるんですよね。少なくとも1回書かれてるんですよ。久保さんが大会すると寂しいと、だから儲かる儲かんない、サポートがあるない抜きにして、とにかく寂しいとじゃあこの寂しさを私が感じさせちゃいけないのかなと思いますんでね、しっかり見せて、しっかり見せましょうか。こんな感じですかね。あ、ちょっと名前書いてますね、すいませんすいません、名前書いてました、で、この思いに私はね、再度答えていきたいかなと思います。もちろんね、なんか答えなくていいよって人は私の動画を見ずに退場していただければいいですし、久保哲郎なんかね、結局はそれかと、その作戦かって色うがった見方をする人は、別の素晴らしいね、あなたに合った動画を見ていただければいいと思います。私のサポートが気に入らない方はサポートを、ね、受け取んないでほしいんですよ。で私の気に入らない、ね、ところもあると思います、当然ね、当然ですよ。私はねもう自分の人生生きてますから、誰かの人生を代わりに生きてるわけじゃないですからね。だから私は自分が一番もう幸せだと思う生き方をしてます。でなるべくなら、畑中さん読んでもらってくれます。ちょっとね、畑中さんのメールを探すのちょっと時間かかるかも。誰の読んだらいいかな。これね、ほんとね、いついつね、読んだら僕はね、涙が出るかもしれないですね。
岸田さん、辻元さんでしょ、石井さんでしょ、遠藤さん、あこれ、辻元さん、辻元さんご兄弟、大山さん、ひとみさん、浩二さん、名前ない、うん、山根さん、西川倉さんね、引田さん、ご夫婦、佐野さん、ありがとうございます。ちょっとね、見ると思ったら涙がありがとうございます柳田さん、まあ、皆さん本当ね感動です。すみません、読みながらね結構本当に心つかまれました。ね、もう一個言いたいんですけども、皆さんね普段からこういう文章を書けたらもうねファンができまくりますよ。すごいコピーライティングなんて問題にならないぐらいいい内容ですね、これは。あ、星野さんも大山さんもありがとうございます。ね大山さんのね今シャッフルしちゃったな。あった、大山さんのちょっと読みましょうか。ちょうどありますんで短いですけどもね、久保様いつもお世話になります。例のやつ件やめていただきたくないと思いメールしました。私は例のやつで毎月ボーナスをもらっているわけではないので、例のやつから毎月ボーナスレターが来るわけではないので、久保さんからの日々の更新情報を助かっております。これからも続けていただけないでしょうか。続けます、ご安心ください。私が会員であろうともなかろうとも続けるつもりだったんですけども、会員の上で続けますからね。星野さんのを読んでもいいかな。これ後で YouTube 見る方が、私がねこうやって探してるところを見たら退屈を感じちゃいけないんですけども、星野さんがね送ったメールをコピペしてコメント欄に貼り付けてもらってもいいですよちょっとすいません、コメントを追う暇がないんで、私のね思いをまずはちょっと言わせてください。その後で質疑応答なりなんなりしましょう。批判なりね。で、寂しいというキーワードがかなり出てきたんで、その寂しいにちょっと答えないといけないなというふうなおせっかい魂がねやっぱ出てきてるところでございます。普段ね私のこのライブ放送っていうのは10名から20名なんですけど、今日はね53名ということがクレジットされていて、非常に今回のね関心高かったんだなっていうのと、これはね私はねやっぱり、皆さんの思いにもうちょっと答えていいかなと思いますよね、で、この思いに再度私は答えていきたいなと思いまして、まあ、大会は撤回します、ですからね皆さんもう寂しい気持ち、このメール書いてもらったの本当ありがとうございます。で、感謝感謝でございます。で、私普段からこういうこと言ってました。大体ね多数決と少数決ってものに関して、少数決ってものがあると思うんですよ。要するにたくさんの人はこう感じてるけども、たった一人の人がこんなね大事な思いをしてたら、それを選択することもあるかなと。それが少数決の考え方なんですけども、でもねやっぱり私は常に少数決をやってるっていうことではないってこともね、ちょっとお話していこうと思います。ちょっとね本題とはずれるんですけども、聞いていただければと思います。近代民主主義への挑戦っていうねテーマが私の中にあります。これはまだ皆さんにお伝えしてないんですけども、いつもは多数決で決定していいのか、いつも多数決で決定していいのかっていうふうな問いかけがいつも私にはあるんですよ。だから少数決っていうふうなねコンテンツも出してるんですけども、既得権益っていうのは何かっていうと、決定が常に多数決で行われていることの穴をついた仕組みなんですよね。で、新民主主義っていうのは時には少数決で正解をつかむことも入ってると思うんですよね。要するに頭のいい人って一部しかいないんですよ。だから小さい意見が全てをね、成功に導くことも結構あるんですよね。それを見分けるのが難しいんですけども、でも私はね難しいながらも少数決になんか挑戦できないかなと思ってるんですよ。これが私の言う常識の否定なんですよね。皆さんにもいろんな常識の否定の概念あると思いますけど、私はそう考えております。で、ちょっとね例のやつの話にここで戻りますけども、例のやつ絶対じゃないですよ。当たり前じゃないですか、そんなの。そんな前提でやってると思います。例のやつが絶対だと思う人、ね、いたらねもう小学校からやり直した方がいいと思います、で、もう一個、久保さんがいつもいる、これも絶対ではない。分かったと思うんですよ。私もねいきなり死んだりするんですよ。いきなりわけもなく退会するかもしれませんよ。だからね、当たり前って別に当たり前じゃないんですよ、ね、私が嘘をつくかもしれません。意図してね、皆さんを騙すために嘘をつくかもしれません。そういうふうな用心もしてもらいたいですし、私が綺麗事言って、例えばね皆さんを信頼させて、いいですか、これも何度も言ってますけども、信頼の向こうに詐欺があるんですよ、ね、信頼の向こうに詐欺があるってことを忘れないでくださいね。で、例のやつね、例のやつに関しましてですけども、何かね不安事項が起きたってことは全くありません。少なくとも私から見るところでどこにも不安事項はありません、ということはないです。で、私も生涯の信頼を捧げています。信頼してるからこそリスクヘッジはしています。で、調子のいい時だけねいい面して、でやばい時だけビビってね、大丈夫か大丈夫かっていうふうに狼狽するような精神は私はありません。受験とか就職とか恋愛とか、もっと言ったらね最近の ICO とか暗号通貨とか情報商材で散々経験してると思うんですよ、皆さんもね。
だからね、もうまた来たかっていうふうに考えた方がいいと思います。で、私の場合は破滅するときは一緒に破滅する覚悟を持ってます。どんなことでも、これは結婚でも恋愛でも人生でもそうですけども、信頼した友人っていうのはもうね、自分が根こそぎ何を持ってかれても構わないと思うから信頼するっていう言葉を使ってるんですよ。で、同時に根こそぎ持ってかれても大丈夫なようにリスクヘッジもしますからね。で、私はね、もう、まあ、あの例のやつに依存してないんですよ。依存してないってことはいつ辞めても OK ですってことなんですよ、うん、で、ここの収入に頼ってるわけでもないですし、ただね、やっぱり皆さんと一緒にいるこの寂しいっていうキーワードを考えた時に、うん、そうだなと、辞めても辞めなくても同じなんだったらいてもいいかなと思うんですよね。で、もう一回言いますけど、明日いきなり例のやつがなくなっても私は全く困りません。皆様はどういうふうに思うかね、別なんですけどもね、うん、で、もっと言うとね、私この例のやつをはじめとした対応に疲れたりとかクレームに負担を感じてることでもないんですよ。全然単なるおせっかいなんで、やりすぎなくらいお世話をするのが今でも大好きでございます。ですんでね、皆さんがね、こんなこと不安を持ってんじゃないかなっていうふうに勝手に考えて勝手にコンテンツ出したりとか、まあ、久保さん、もしかしたら概要書面に書いてあるかもしれないけど、こういう質問どうでしょうかって言ったら、きちんと答えた後でここに書いてますとか、この動画を見てくださいってやりますんで、それは自分で調べてくださいっていうふうに突っぱねることはないです、うん、でもね、こんなバカなことを言う人にちょっと釘を刺しておきます。これからね、これから言うことですよ。例のやつは久保さんがやってるからこの人なら信頼できると思って参加したんですと。でも今ね、途中で辞めるなんてそれこそ無責任だと思いますっていう気持ちを持ってる方に言っときますよ。ね、言いたい気持ちはわかるんですけども、でも私に依存してね、いつも自分だけが損害が出ないように考えているその思考の方が無責任だと思うんですよね。っていうか、そう思っていただいた方がいいと思います。こういう人ってのは私の自分で稼ぎましょうという速稼塾の教育を無視して、まあ、人の資産を貪っているとかね、それからリスクを他の人に押し付けても自分の心が痛まない人とか、人の痛みの分からない人っていうふうに考えた方がいいと思いますよね。で、自分が十分お金を増やして安全に辞めるまで、だから久保さん辞めないでよって言ってるのと一緒なんですよね。だからそういうふうなね、私に責任を押し付け続けることを期待して辞めさせないっていう思考になってるんではないかなっていうふうにね、思うわけなんですよ。もちろんどう考えてもいいですし、そう考えてる人がいるから私は嫌だって思う必要も、こともないんですよ。ただ、まあ、そういうふうに自分の考えが、あれ、もしかしたらこれビジネスで失敗する思考なんじゃないかなとか、詐欺にかかりやすい思考なんじゃないかって気づいていただければいいかなと思うんですよ。それからですね、余剰資金とかリスクヘッジとか、自分でも裏付けを取ってくださいねとか、投資もビジネスも失う覚悟をすることだよと私がね、言うにつけて、今更そんなこと言ってもずるいじゃないですかとか、久保さん自分の責任を回避しようとして慌てて言ってるんじゃないですかっていうふうに言う方ももしかしたらね、いるかもしれませんし、思ってる方もいるかもしれません。でもね、そこまで言う人にはその人の損失を私が弁償するということでも足りなかったのかなと思っちゃいますよね。その前に余剰資金云々とかリスクヘッジとか私がわざわざ言わなくても当たり前のように皆さん知ってないといけないことじゃないんですかね。小中学生じゃないわけですから。で、例えばね、概要書面を読むっていうのは自分がやることですよ。ね、子供の寝かしつけじゃないんで、私の動画がないと概要書面が理解できないっていうことはもうちょっとね、考え直した方がいい。これは例のやつに限らないですよ。なんか保険の契約をするにしても、クレジットカードを作るにしても、全然読まないでしょ。で、読まないのが当たり前になってるじゃないですか。で、何か追及されたら、そんなん普通読まないですよ、みたいなね。読まないのがさも当然になっていませんかってことをね、自分に問いかけていただいてもいいと思いますし、例のやつに関しましては、説明会に参加っていうチャンスもあるわけですね。で、ここで、社員の方と対話をしたりとか、ご縁作りをしたりとか、電話番号の交換したりとか、人脈作ることできるじゃないですか。それを怠ったんじゃないですか。私はそれやるの当然だと思いますよ。で、当然じゃないと、自分は全部サボってお金だけ増やしてくださいって思考なんだったら私の方が間違ってますけども、どう思いますかってことなんですよ。で、これをずっと言ってるわけですよ。で、ラリーってものがあります。これは会社に会って、会長に会って話す機会ですよね。ラリーっていうのは会長に会えるわけですから。で、会長っていうのは最上位発信者であり、第一次情報を発信してる人であってですね、私なんか問題にならないぐらい真実が分かってる方です。私は外部の人間ですから、皆さんと同じ単なる会員ですからね。で、私以上の責任者ですよ。久保さんに責任をどうこうって言うんだったら、例のやつの会長に責任をどうこうって一回でも考えたことあります？で、その人にコミュニケーションを取ったことありますかってことなんですよ。ね。
で、情報は常に更新してください。自分の頭で自分が関わっていること、自分が大切なお金を預けていると思うんだったら、自分の大切なビジネスとかね、なんか投資に関わっていると思うんだったら、自分でその情報は更新しないといけないじゃないですか。誰かに聞いたとか誰かが言ったみたいな、そんなね低レベルなことでやるもんではないと思いますよ、ね、情報を常に更新するのは当たり前ですね。ちょっと皆さんね、耳に痛いことかもしれませんけども、私が今これ言ってることを理解すれば必ず金持ちにはなります。金の悩みはなくなります。私の言ってることにいちいちケチをつけてる方はずっとね恵まれない人生を送ります。かわいそうですけども、それが真実です。で、知らなかったとか聞いてなかったで済むと思ってるんだったらもう幼稚園児ですよ、こんなのね。知りませんでしたとかね、聞いてませんでしたっていうのはあなたが知らなかったんでしょと、あなたが聞いてなかったんでしょって話なんですよ。情報はいつも開かれてますからね。もちろんね、嘘をつかれて騙されて持ってかれたっていうのと話は違いますよ。でも誰一人嘘をついてなくても、誰一人真実をごまかしてなくても、事業は失敗する、投資は失敗するっていうね可能性をいつもはらんでるわけですよ。それは当たり前のように分かってるんじゃないかなと私思いますよね。いや、思わないと。ビジネスは絶対なんだ、投資は絶対なんだ、だから参加したんだっていう方いますかね。いや、いないと思うんですけどね。で、情報を毎日更新する程度のことはやっぱり自力でするべきだと思いますし、常にね契約とかルールは変化します。で、そういうリスクをはらんでるってことも別に今始まったことじゃなくて、法律だって変わるでしょ、消費税だって変わるでしょね。どんなことでも変わるわけですよ。で、契約の後にルールが変わるってことも別に当たり前なんですよ。これ契約した時のものがずっと続くなんて思う、このね甘さっていうのが、まあ儲けさせない精神を作ってるんですよ。だから自分の精神をよくやっぱ吟味した方がいいかなと思います。今すごく大事なこと言ってますけども、腹が立つ人は早く退場した方がいいです。私の言うことってのは真実だけに、普通の人には耳が痛いですから、普通の人は理解できないと思います。でも普通じゃない、普通抜け出そうとしてる人には分かってくれると思います。で、私は自分の話が分かる人とだけ関わっていけばいいですし、誰かに嫌われても全く平気な人生を送ってます。なぜなら私は孤立してるからなんですよ。隠居してるからなんですよ。どっかの組織に依存してとか、誰かのご機嫌を伺って暮らしてるわけじゃなくて、誰に嫌われてもどんな利害関係からも離れてるんですよね。もう既得権益からも随分遠く離れてるんですよ。当然どっかに勤めてるわけでもないですし、誰かから忖度してお金をもらわないと暮らしていけないってこともないです。ただやっぱり積極的に誰かと争う気持ちはありませんので、争いそうになったら私は退場します。さよならって言います。皆さんがその何なんか意見の対立とかが起きたら、あなたの意見の合う人と一緒に過ごしてくださいっていう形になりますよね。で、約束やルールは破られることがあるっていうのはもうそろそろ理解しましょう。でもね、これ例のやつが危ないってことじゃないですよ。それとは違って一般論です。約束やルールは破られることがあります。中小企業が約束を破ること、これ当たり前にあります。上場企業も約束を破ります。で、国や友達や身内の方、親兄弟もそうでしょう。約束を破ること当たり前にありますね。あなた自身も 100% 約束通り今まで生きてきたわけではないと思うんですよ。プラス本音で生きてるわけでもないでしょ。やっぱりどっかに嘘をついたりとか、言いたいことを言ってないっていうね、消極的な嘘もついてるわけなんですよ。で、もっと言ったらですね、意図してとか意図せずに嘘をついちゃう場合もありますし、約束を破れないこともあります、破ることもあります。仕方なく人や国や社会は約束を破ることがあるんですよ。これ当たり前ですよ。計画通りにいかない、これももしかしたら約束を破るってことかもしれません。精一杯やったけどダメだった、これも約束を破るってことかもしれません。当たり前にあるんじゃないですかね。だから信頼とリスク回避はセットで考えてくださいってお話をしてるわけなんですよ。 FX を学んでる人はよく理解してますけども、エントリーとロスカットはセットですよって私言ってますよね。これと同じことですよ。信頼とリスク回避はセットです。これ当たり前でやってください。もしね、私が今言ったことが初めて聞いたっていうんだったら今からやってください。他人に自分のお金の責任を取らせるとかね、あなたの人生やあなたのお金の責任っていつもあなた自身にあるんではないかなと思うんですけど、どうですかね。で、常に他の人に責任を取ってもらわないと決断とか行動ができない人はもうそれこそ嘘っぱちの人生を送ってるんじゃないかと思いますよ。で、責任を周りに押し付けるね、だだっこであったり、そういう人ははっきり言って迷惑なんですよ。で、私も当然迷惑だと思いますしね。で、損した時には私はあなたのお金を補填しますっていうことも私はね、今まで申し上げてきました。それでも信用できないんだったら信用しなくてもいいわけなんですよ。頼んでるわけじゃないですから。でもね、やっぱりね、仮に私がもし損失が出た時には私が責任を持ってそのお金を補填しますよっていうふうに言ったとしても、自分の責任で生きるんだったらそれを断ってね、自分の人生生きてほしいなと思います。もうだから私はもうね、
皆さんのお金を補填するなんてこともしませんしね、言いません。どこまで過保護しても結局は過保護に甘える精神も出てくると思いますし、もともとそういうもんではないと思うんですよね。だから今日思ってね、もう私はね、誰のお金の責任も持ちませんので、勝手にやってくださいって話をさせてもらいます。で、問いかけをちょっとしたいと思うんですけども、これはね、別に答えてくれなくてもいいんですよ。今コメント欄バンバン流れてるんで、ちょっととてもね追えないんですけども、自分の人生の責任者誰ですかってことなんですよ。自分の人生の責任者ね、私じゃないですよね。あなたの人生の責任者は私じゃないですよね。で、あなたの自分のお金の責任者って誰ですかね。これ私ですかね。私じゃないですよ、あなたですよね、ってことなんですよ。でね、こういうことも言われることがもしかしたらこれからあるかもしれません。皆さんもあるかもしれませんし、私もあるかもしれません。今回もね、お前のせいだとかね、お前を信じたんだぞと、自分には責任がないと、久保哲郎を信じてやったんだ、不安にさせるとは何事だっていうふうにね、言い続ける方もしかしたらいるかもしれません。で、情報弱者を騙すなっていう人もいるかもしれませんけども、なんでいつまでも好き好んでね、情報弱者で居続けるんですかっていう問いかけも自分にしていただいたらどうかなと思うんですよ。自分で概要書面を読んで、自分で人に会って、自分で検索して、自分で情報強者になっていく道も私たちには残されているんですよ。情報弱者でいることは別に当たり前じゃないですし、情報弱者だからって誰かが守ってくれるわけではないですから、強者になっていく私たちは権利もあるし義務もあると思いますけどね。で、確かにね、久保さんを信じてって言われるのはすごくありがたいんで、それにものすごく応えていこうとエネルギーが出るのは確かです。ですんでね、ありがたいなという気持ちと、まあでもそういうのをいつまでも続けてもしょうがないよって気持ちとちょっと混在してるんですけども、でこういうふうに考えてください。で、私のことを信じてくださってる方にちょっとね、ハッとさせるようなことを言いますけども、私がね、明日地球が滅亡しますって言ったら信じます？私を信頼してるんだったら信じますかね。信じますかね。明日地球が滅亡しますよって言ったら、どうなんですか、信じるんですかね、私を信じてる人は。どうなんでしょうかね。だから要するに、人っていうのは都合の良い時には信頼って言葉を使うんですよ。でも結局何を信じるか何を無視するかっていうのは自分自身が最終決断してるんですよね。だからこれをね、こういうことを心に留めておく、そして周りの人にも伝えていってみてほしいなと思います。で、すぐにはね無理でも、少しずつでもそういう方向を目指してもらいたいんですよ。自分が何者になっていくのかとか、本音で生きるっていうのはどういうことなのかなとかね、自分で稼ぐっていうのはどういうことなのかなとか、自分の責任者も権利者も自分以外には存在してないんですよ、世の中。自分の権利を主張するのは自分なんですよ。自分の責任を取るのは自分なんですよ。他者はないんですよ。逆に言うとね、あなたの責任私が持ちますよって言ったら、それは嘘だと思ったからです。そんなことできるわけない。そんな余裕のある人生を送ってる人います？そんな人当てにしてもダメですよ。そんなことを当てにするから簡単に騙されたりとか、うまくいかなかったり、失敗を人のせいにしたり、いや人にケチをつけてみたり、人と争ったり口論したりするわけなんですよ。で、私がどんなに皆さんにね寄り添っても、皆さんの代わりに二人称使いましょうか。私がどんなにあなたに寄り添っても、あなたの代わりにあなたの人生を生きることは私できないんですよ、どう頑張ってもね。で、私は確かに40歳から47歳まで急速に自分の人生運命を変えてきたと思います。資金力も莫大に積み上げてきましたし、多くの人とも関わらせていただきました。でもね、私があなたの体の中に侵入して、あなたを操って、あなたに1億円稼がすことはできないんですよ。私ができるのは伝えていくことしかないんですよね。伝えていくこと、それは伝えていくことに対してケチをつける方は去っていった方がいいし、ケチをつけて楽しい方はケチをつき続けていただければ、私は全然ダメージ感じないんでね、どんどんいじめてもらってもいいんですけども、ただやっぱりその人生よりも自分の人生が自分の思い通りになるように変えていった方が私はねいいと思うんですよね。で、リスクを減らしていくってことは、私は皆さんのねリスクを減らしていくことっていうのはできると思いますね。皆さんのリスクを減らすことは私できますよ。でもね、減るだけでゼロにはなんないですからね。この違いって、感じれますかね。リスクを減らすことはできます。私はあなたのリスクを減らすことはできます。あなたも自分のリスクを減らすことはできます。でもゼロではない限り、一瞬でパーになるそのリスクはずっとあるってことなんですよね。リスクがゼロにならないってことは、いつでもゼロになる危険性があるっていうこと、これ紛れもない真実として理解できているかなってことなんですよ。で、ここまでお話してね、いろんな考え、ゆずまいたと思いますし、視聴者さんが全くね、減ってないのは本当に感謝なんですよ。もう私が退会しないって分かった瞬間に、もうね、
どっか行って眠ってもらってもいいんですけどもね、ここまで付き合っていただいて本当ありがとうございます。あの YouTube からの皆さんもいると思いますけども、うん、本当に今日本当に長い時間付き合ってもらってありがとうございます恐縮です。でこれから私のすることしないことここでまとめさせていただきます。私がねリスクヘッジの肩代わりをすることはもうありませんね。今まで私は過保護でしたけども、はっきり言います、今年の4月ぐらいからだんだんね力を落としていくよって言いましたけども、それでも力は落ちてなかったような気がします。なぜなら8月のね遅延問題があったんで、こういう時に俺が前面に出ていって身を晒していかないとダメだろうみたいな、またおせっかい精神出たんですよ。ただこのおせっかいをやるとね、まるでね私のせいでそうなったみたいなことになっちゃうんですよね。なんかね私もそう思ってましたが、なんかそう思う錯覚に陥っちゃうんですよ。私がずっとね思いを入れてやったら、なんか自分の責任のような気がしてくるんですよね。うん、でもね私がリスクヘッジの肩代わりすることはもうありません。もう今日もってありません。でもリスクヘッジの方法をお伝えすることはできます。うん、これがすごく役に立ちます。うん、で具体的に言うと、会社への連絡と交渉はもう自分でやってください。電話番号もわかるし、ファックスも送れるし、メールもできると思います。私が間に入ってやることではないと思います。私がね自分の時間を使って、皆さんお忙しいだろうからっていうふうに気を利かしてやってきたつもりなんですけども、まあでもね、もうやらなくてもいいかなと思います。ただね口下手な方でどうしてもお願いしますっていう方の、ことまで私は断る勇気がありませんので、おせっかいですからね、交渉次第でやっちゃうかもしれませんね、久保さんでもお願いしますみたいな感じが来ると、私はちょっとついついね、じゃあ任せてくださいになっちゃうかもしれません。うん、でも基本的にはこう思ってください。損失は自分で被ってください。当たり前なんで。当たり前じゃないですか。で、今回のメールでも、そういう声も多かったですんで、そうだなと。私もそういうふうに考えてもいいかなと思っております。うん、で、最新の情報更新と、情報更新ですか。うん、そういうのも私も、やっぱりね、興味もあるんでやっていきます。んで、そうですね、例えて言えば私はね施設カスタマーサポートだと思ってください。もう勝手に例のやつの会社のカスタマーサポートをこれからもやるって感じですね。今までもやってきたと思いますけどもね、やるってことです。でも短期的な責任しか負えません。ですので私に見解を聞いた後はご自身で後で確認してください。これはどういうことかっていうと、深夜とか早朝で電話ができないタイミングってあると思うんですよね。そういう時には私の方に連絡いただければ、私はなるべく早くね即日返信しますんで、それで、あ、なるほどこういう解釈なんだってことをねまず確かめた後で、それから時間がつく時にね、後でしかるべきところにね問い合わせて、追認していただければいいと思います。そういう意味で短期的には責任しか負えませんので、まあ、いわゆる責任質問に対しての返信ですか。で今までの私が見てきた感じてきた事例と独自見解ですね。だからあとは自分で正式な確認はしてくださいねってことです。もうね、お客様窓口がかなり開かれてますんで、それがね、カスタマーサポートの電話1本だけだった時っていうのは、まあ私が1点に引き受けた方がいいかなと思いますんで、もう今はね、結構開かれてますんで、本社のメールも電話もあるし、ファックスもあるし、カスタマーサポートの電話もメールも、なんですかね、あれもあるしね、ファックスですか、あれもあるし。うん、ただね、やっぱり私は、はい、お金ですよっていうことはもうやりませんけども、自分でね、自力で一人で100万円とか1000万円とか1億円っていう稼ぎに向かう方法は全然お伝えします。こういう知恵を、お金くんないから教えてあげませんとか、そういうことはないです。もう惜しげもなく情報は提供します。私の体験とか見識でよかったらね。で、私が当てにならなかったら聞かない方がいいと思います。時間の無駄なんで。うん、でまとめますと、困ったことにはいつでも私なりに答えていこうかと思います。うん、で嫌がらせもありますけども、そこそこ付き合います。嫌がらせも結構面白いんで、ただね、どうせ嫌がらせするんだったらちょっと頭がいいね、嫌がらせしてほしいんですよ。なんかあまりにも低レベルすぎると、私ね、メール届いた瞬間読む気がなくなるんですよね。こう言ったら本当に失礼なんですけども、なんかね、そう、重箱の隅をつつくっていうかね、本当に賢いね、嫌がらせっていうのは本当面白いし、私何人かに会ってるんですよ。すごい面白いっていうか、頭がいい人にね。そういうのはね、私も楽しいんですけども、楽しくない嫌がらせは嫌ですね。なんかね、なんかやってる人もあんまり面白くないと思うんですけどね。うん、まあ精神的なサポートをねさせていただければなと思います。今まではね、金銭的物質的なサポートがいつでもできるような体制を取ってきましたけども、精神的なサポートをねこれからはやるっていうことで、まあ今まで結構やりすぎた面もありますけども、これからはだん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 ね、まあ普通の情報発信者でいいかなと思います。で、もう一回言いますけども、私別にね、もう大会は、まあ、ずっとしないかどうか分かんないですよ。それはね、だから永遠に大会するなって言われたら困るんですけども
まあでも当面はね、今までの調子でやらせていただこうと思いますし、それがね、なんていうのかな、あの一体感ですか、皆さんが求めてる一体感っていうものがあるとしたら、うん、それを私も感じていきたいなっていうところで一致することだと思うんですよ、うん、まあそういうことですかね。以上かな、私のお話しすることは。はい、それではですね、いろいろとご質問がありましたらお答えしていこうかと思います。コメントがちょびっとあるな。楽しくない嫌がらせ。いや、楽しくない嫌がらせってね、やっぱり嫌がらせする人って基本的に、知恵がないんですよ、全然。うん、ですんで、ワロタとかダブルとか書いてきたね、2チャンネルみたいな言葉とか、誰かが言ってる言葉をね、またね、使ってくるんですよ。なんかオリジナルのやつがいいなと思いますけどね。あ、大丈夫ですよ。これは何だろうな。野崎さんのを一番に読んで、読まんのかい。野崎さんメールくれてたかな。野崎さんっていうのちょっとね、メール来てたからさ、全部プリントアウトしたんですけどね。野崎さんがどんなメールくれてたのかな。ちょっとね、すぐ出ないかもしれません。小原さん、佐野さん、なんかな、柳田さん読みましょうか。さっき柳田さん読んでいいよって言われてたんで、これ柳田さんのメールです。なんだろうね。おはようございます、柳田です。本日の放送を拝聴しました。意見集約を求められていましたのでメールいたします。例のやつについていろいろとごたごたがあり、その一つ一つに真摯に対応されていた塾長、塾長自身もいわば被害を被る側にも被る側にもかかわらず、不安な気持ちを出さず発信を絶やすことなく対応されていたこと、僕には想像つかないほどの辛さが伴っていたと思います。結構楽しかったんですけどね。自分に置き換えてみると、例のやつへの不信感があったものの、不安になったら問い合わせ先も知っていたので自分で動けばいいと思ってました。おう、カスタマーサポート拡充後に電話してからも繋がらなかったのは別の意味で不信感をかきたられてしまいましたが、はい、そうですね。なので特段塾長の手を煩わすことのないよう日々の放送を聞くのみになっていました。今回大会の決断をされたこと、とても残念ですし、柱を失う消失感はすごいですが、ただ英断に至った塾長の意思を一番に尊重すべしと思いますので、残っていただけるなら嬉しいですが、残りますよ。大会いただいてもいいのではと思います。いつかね、大会はみんなしますからね。すべての会員さんに言えますが、引くも進むも自分次第、自己責任ですよね。正しいと思います。なんか長くなりすみません。以上ということでございます。ありがとうございます。こういう風なねメールいただきましたね。こんな感じですか。いっぱいあるんで、私の読んでくださいって言っても出るかどうか分かりません。すみません。本当にこんなにねいただいて、一生の宝ですよこれが、私は、うん、で非常にね、性善説っていうんですか、人は悪いことをするはずがないと思いながら、いつもね過ごしてくださってるんだなって分かります。もちろん性悪説って言って、人がいいやつなわけがないって考えることもできるんですよね。うん、あ、リミさんどうもおはようございます。でもね、やっぱりこう平たく考えて、私もね単なる一会員であって、会社から何かね、例のやつの会社から権威をもらってるわけでもないですし、何かを保証してもらってるわけでもないし、皆さんの知らない極秘情報を知ってるわけでもないんですよね。ただ概要書面を読み込んでいること、そして理解度がちょっと高いことで、5年以上やってますから、いろんなエピソードを見て、いろんなトラブルを一緒に乗り越えてきたっていう経緯があること、それから事業説明会ももう何十回も出てるんで、そこで出会った会社の方とかね、もちろん会長もそうですし、多くの方の見解を聞いて、そしてその見解の変化も知ってます。会社のいろんなねルールの変化も知ってますんで、柔軟に対応できるかなっていうところですよね。でそういうことが様々あるんで、まあなんか変化が起きたりトラブルが起きるのって、人生も会社ごとでも当たり前だと私は思うんですよね。だからずっと同じ、何も変わらないとかね、自分にいつも有利な状況しか現れないっていうふうに
考えることは私はないです、まあ、ですんでね、どっちかというと自分を厳しい面に置いて、ちょうどいいのかなと思いますしね、まあ、皆さんはね自分なりの見解が皆さんそれぞれ見解があると思いますけども、どういう考えをしていけばどんな人生にたどり着くのかっていうね、それが全てなんじゃないかなと思います。私は今日という、現実に行き着くまでに自分の、内側から出る考えとか素直な行動とか本音で生きるってことをね、失敗もしましたけどやってきて、結局ものすごく自分の求めてる人生に近いものが得られてますんでね、自分の人生に対してはすごく責任を持っていていたなと思います。ただ人の人生の責任まではなかなか持てませんし、広告塔って書いてますけども、広告塔にしていただいたらいいんですけどもね、どっちかというとYouTube で勝手なこと言うなって言われることもあるんで、情報発信がねちょっとまだまだしょぼいんですよね私も、まあでも本当広告塔に使ってくれるぐらいね信頼してくれる会社が世の中に一つでもあればいいなと思ってるんですけどね私はどこの会社も採用してもらえなかった口なんで、今はもうね仕事すらやってないというね、もう本当にみっともない状況でございます。だから今日皆さんね放送を見ていただいた方っていうのが本当いろんなね忙しい中とかお仕事ある中とかいろんな都合をクリア合わせて22時に来てくださったと思うんですよ。で私なんて問題にならないぐらいの本当ケチな存在ですし、本当私なんかね日本人の人口に数えられてるのは不思議なぐらい人としてはもうね大失格の人間なんですよ。それこそ100人いたら100人に責められて当たり前の人間です。でもねそんな不完全でもうボコスカな私にねこういうふうに思いを寄せていただいて、私の能力があろうがなかろうが寂しいという言葉でね一体感というものを感じてい、きたいという思いは真実だと思うんですよ。私が勝手に思ってるだけですけどね、まあそれに対してね一体感を持てない方もいると思いますし、気持ち悪いと思ってね遠ざける方もいると思います。それは人の感じ方価値観は様々ですから、どんな人を批判しても自由ですしね、どんな人を尊重しても自由だと思います、でもできるんだったら自分が尊重できる人と時間を一緒にしてね、もうこんなやつしょうもねえなとかね、自分がもう何ですかね共感できない人間と1秒でもいる時間っていうのはないと思うんですよねもったいないですからね、やっぱり人生っていうのは短いですから。はい、今なんか来ましたね。野崎さん、速稼塾のサービスに、納得していなくて3万円返金してほしいです。また動画の更新もなく、についても絶対大丈夫だと説明を受けたとのこと。なるほど。野崎さん、これにちょっとお答えしましょう。お金を返せってことでしたらすぐ返します。銀行口座ですか、あちらの方に、ね、送ってくださいね。こういうふうに返金要求があって、返すことはやぶさが出ないです。すぐ返します。今は入金処理しますんですぐ送ってください。速稼塾の塾のサービスに納得してないでしょ。だからいいでしょ、これ頭金3万円ってのいいでしょ。だってこれ30万とか契約書を組んでたらもう返ってこないですからね。でも私契約書も出さないし、何ですかね、何請求もしないわけですよ。その代わり返せって言われたらお返しますよって感じですよね。3万円ね、 OK です。迷惑料つけて返します。5万円払いますね。5万円払うからいいでしょ。で、動画の更新もなく、動画の更新毎日してますけどもね、皆さんどうですか、動画の更新ないですかね。で、なんとかかんとかについても絶対大丈夫だとの説明を受けたこと、だから絶対大丈夫だと私は思ってます。でも私が思ってることと私の情報を受け取ってる方が思うことと違うんですよ。だからね、私が言ってることを信じていないってことですよね。じゃあ信じてないわけですから絶対大丈夫だってことを信じちゃダメなんですよ。で、今もさっきも言いましたけども、明日地球が滅亡しますよって言ったことを信じますか？信じませんよね。だから私の言うことでも信じることと信じないことを野崎さんが分けてるんですよ。野崎さん、その他の方もね、大山さんもそうですし、その他の方もそうです。世の中には私が本当にそう思ってることと本当のことっていうのがあるんですけども、それね全然違うんですよ。私が勝手にイエス・キリストがいるっていうふうにね思うのは自由だけども、でもそう思わない人もいるんですよ。でそういうのも込みで玉石混合で いろんな、ね、人生というのを選択していかなければならないんですよね。野崎さん、振込先を送ってくださいね。私のメールアドレス selsior@gmail.com ですので、そこにですね、希望の振込口座を入れてください。5万円送りますんでね、気持ちよくあ、更新多いですか、やっぱりね。
ですので、ここで何かの手違いがあって野崎さんから見ると更新情報が来てないってことですよね。でも私の更新情報ってチャンネル登録してる YouTube で毎日ね10本前後上がってますんで、更新情報が来てないんではなくて、すいません、野崎さんが気づいてないんですよ。でもそういうのも込みで野崎さんが感じてるのが現実だと私信じます。野崎さんが嘘を言って3万円が欲しくて私にクレームを出してると全然思わないんで、野崎さんの言うことを私は信用して真に受けてお金返しますんでね、全然大丈夫ですよ。はい、毎日たくさん動画配信してますし、個別にも15分の動画で返信してくれていただいたりいます。そうですね、うん、ありがとうございます。じゃあ野崎さんね、お金振り込みますんで、すぐに送ってくださいね。だからね、やっぱりね、何でもそうですけども要求をすれば答えてもらえると思いますよ。で、答えてもらえない人と付き合った人のその人のセンスが悪いんで、野崎さんのセンスが良かったのは私に対して3万円振り込んだことなんですよ。で、私は返金する人間なんで良かったでしょ。だから野崎さんは他の方は多分返金しないと思いますから、他の方とはあまり付き合わない方がいいと思います。で、もし付き合うんだったら帰ってこないかもしれないと思って振り込んだ方がいいですよね。はい、すぐにね処理しますんでね、まあ3万円ぐらいで私ごたごた言いませんので、5万円にして振り込みますからで、5万円にして振り込んだら着金のメールだけくださいね、入りましたっていうふうに、来てないですよ、気づきませんでしたみたいなことで、もっともっとくれみたいなことやめてくださいね。もうそんなにしないと思いますけども、そんな感じでね、今日52名の方、それから野崎さんのことをすいません、この一件があったからといって悪く思わないでください皆さんね。これこういうのも込みで私のせいなんですよ。私が至らなかった、野崎さんに、野崎さんメールを送ってね、最近調子どうですかっていうような気遣いもできなかったから、野崎さんはこういうことになってしまって、私の更新情報とかサービスに不満を感じたんで、野崎さんが悪いわけではないです。全然私の至らなさで野崎さんにちょっとね恥をかかしてしまったのかもしれませんので、ちょっとコメントの中でもしかしたらね、野崎さんが私が話してる間にいろいろとね私に対して不満を言ってたかもしれないです。ちょっと見てないんですけども、まあそれがあってもそれはね許してあげてくださいって言えばいいんですけども、もう自由な表現の自由だと思ってください。私は何とも思ってないですから野崎さんがねいろんなまた体験をして、あ、やっぱりね、まあ久保の言うことも1000分の1か1万分の1ぐらい役に立ったかなと思ったら、その時はまあ良かったなと心の中でちょっと花を咲かせていただければいいかなと思いますし、私のね発信が 100% 役に立たなかったと、むしろマイナスだったと思うんでしたら、私のことを2チャンネルに書いて叩きまくってください。そういう人生もねあると思います。私もね叩かれて当然の人間ですから、バカにされて当然ですから、人類のね底辺ですから、私なんて野崎さんの私よりも随分レベル上ですから、だからね全然お金のこととか時間のことか人間のことを困らない人生を送れると思うんですよ。私はどうしようもない人間ですからね、本当にね、ここ今コメント皆さん書いてくださってますけども、私は一番底辺の人間です、その人たちに比べても。バカ野郎ですよね。対して勉強もできないですしね、体力もないですしね、もうクズですからね、本当にクズ人間ですから、ですんでもう見かけるたびにね唾吐いてもらってもしょうがない人間ですよ。どうしようもない人間です。で、だからこそ、しょうもない人間だと思ってるからこそできることをね一生懸命やるしかないなと思ってるんですよ、手を抜かずにね。で、頼まれてもらわないこともサポートしたいですし、お前金返せよって言ったら分かりました返しますみたいな人間なんですよ。もうすぐ折れますからね私はねでそういう意味でも私は争い事は全く私の中に入れたくないですしね。まあ野崎さんがねこれでそうだな、速稼塾のサービスに不満ということをね言われてたかもしれませんけども、返金するっていうサービスも不満ですか、これ。5万にしてするっていうサービスが不満だったら、私の速稼塾が1円の価値も野崎さんに対してなかったと思います。ただ野崎さんは速稼塾に入ったことによって多分ね2万円得したっていう事実がこれで残ると思いますんで、2万円分の価値があったと思ってください。それでご容赦くださいね。その他皆さんね、いろいろと ありがとうございます。本当に助けられました。で、今後はですね、やっぱり、覚悟していろんなものに、トライしていただきたいと思います。で、今後は久保哲郎ってものにね信頼を寄せれば寄せるほどリスクヘッジもしてください。私はこれからね大きな間違いとか大きな失敗する可能性があります。もしかしたらどっかの政党に入って、政治活動するかもしれません。どっかの宗教団体入ってなんかね破壊活動するかもしれません。どうしようもない人間ですからね。はい、これもカリキュラム、本当さすがですね野崎さんね。なんかねやっぱり私がねこの同じ情報を発信してますけども、感じ方ってみんな違うんですよ。発信すればするほど反感を持つ人もいれば、発信すればするほどありがたいと思ってくださる方もいてね。だからいろんなね多様性なんですよ。
だからその価値観の違う人が共存できるこの日本という国、私はすごく素晴らしいと思いますんで、日本を離れてね、インドネシアに暮らすことを考えてますけども、それでもやっぱりいいことも悪いことも今回野崎さんのことも込みでね、本当みんな大好きですよ。私が勝手に大好きです。私を嫌いな人まで私は大好きですからねだから争う人がいたりとかね、誤解とか嘘があるこういう社会もなかなか面白いなと思いますよね。いやー、 N 国党とかね入れてくんないですよ僕とかまあ、立花さんにはね、チャンネル登録者数が、まあ、1万人ぐらいになったら、お願いしますぐらいのこと言ってもいいかなと思いますけどね。うん、まあでも政治活動もね責任持ってやりたいんですけどもね、うん、どうしようかな。これも何とか言ってますけども、私ね、日本がこのままでも私自分の人生とか自分の家族は豊かにさせる自信があるんで、特に国のルール変えたりとか消費税を下げたりっていうのにメリット感じないんですよ。でもね、こうやって速稼塾の皆さんと関わっていて、やっぱりね、消費税が下がった方がいいなと思いますし、法人税が上がった方がいいと思います。で、私ね、法人をたくさん作ってるんですけども、なんでかっていうと法人税が安いからなんですよ、ね、だから税金が安い方に自分の拠点を置いた方がいいじゃないですか。だからこの仕組みをずっと話してるんですよ。みんな法人作った方がいいよと、法人税の方がいい、絶対いいよと。私がたくさん会社を作ってね、売上が上がったらまた会社を作って、どん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 免税事業者っていう風にしてるのはそういうことなんですよ。で、それも何度も話してますよね。だからこういうことを考えていくこととか、本当にね、皆さんはね、はっきり言ってその騙されていることに気づかないっていう騙しにやってるんですよ。詐欺師って分かったらまだいいんですよ。で、詐欺にかかってるって分からずに過ごしちゃってることで、ずっと延々と搾取されてるとかね、そういったことにやっぱ疑問を持っていただきたいですし、でもしかしたらね、分かんないですよ、速稼塾で毎日楽しい気持ちにさせられて、毎日幸せな気持ちという錯覚に陥らされてるのかもしれないですからね、気をつけてくださいね。私がある日突然ね、はい、情報商材50万ですよって言ったらね、買わないでくださいよ。まあやらないですけどね。ああ、そうだそうだ、注意としてはですね、速稼塾の塾生っていうのを名乗ってか語ってかわからないですけども、私と一緒に撮った写真をもとにセールスをかける人がいると思いますんで、それはね、誰が売ってるとか誰のものだとかじゃなくって、自分の必要なものかどうなのかっていう、ここに立ち返ってくださいね。だから誰が言ったかじゃなくて、何を言ったかっていうこと、ここを見分けれるようになった方がいいかなと思います。ということで、ちょうど1時間ですかね。アベレさん、ありがとうございます。応援してくださいまして恐縮でございます。それからね、全然コメント読めなくてすみません。後で見返すこともないと思いますけども、皆さんのお気持ちはこのメールにしっかりと記入されていることと、視聴者数ね、今49名ですけども、最初52名で始まりましたんで、ほとんどの方がもう結論を言った後に1時間付き合ってくださったね。最初の5秒でもう結論は出てたのに、その後のね1時間を過ごしてくださった方ってことで、本当にねお気持ち、ありがとうございます。永遠に忘れません。私が一番の速稼塾のファンであり、速稼塾の第1期生でございます。もう私が速稼塾で学ばせていただいております。これは皆さんがねいるからなんですよ。皆さんがどんな思いを持って、どんな悩みを持って、どんな喜びを持ったか、それが全てが私に対するカリキュラムです。まあ、ですんでね、私の情報を受け取ってくださった方は全員恩人でございますんで、これからも精一杯ね、情報発信ということになりますけども、恩返しができるように努めさせていただきます。それでは本当にありがとうございました。西アクラソンの山根さん、それから星野さんね、星野さんもね、久保哲郎信者になりましたね。危険ですよ、騙されますよFX 頑張ってくださいね。はい、で以上でよろしかったかな。はい、あとまたね、野崎さんメールくださいね。あ、辻本さんありがとうございます。また達也さんともお会いしましょう野崎さんメールください。もうメールくれたのかな。これ忘れちゃいけないんでね、すぐ払いますからね、今晩中にやりますからね。あれ、ログアウトになってるんじゃないか。ありがとうございました。大山さん、畑中さん、メール読めなくてすいません。拾えなかったんですよ。どれだろう、メール来てないですね。野崎さん早く送ってくださいね、今晩中にやりたいんで。まあ明日でもいいですよ、絶対に返信しますんで、絶対に入金しますんでね。で、明日は祝日なんで、着金が火曜日になるのかな。任せてくださいね、金のことはね、綺麗な人間ですから。それでは失礼します。